Tanz. Entenprüfung. Ob Finnmann oder Finnmann. Kein Langsacher. Megumareta Kirkwohl. Estadio El Alman. 実況、神戸ですがお送りします。グループリーグを勝ち抜くのはどのチームでしょうか。エンタープライズカップ、今スタートしました。左のエンジンを取ります。右のユニフォーム、韓国。希望、オフセンマン、オフセンマン。韓国は、バックローで。ダイレクトで打った。押されます。ボールを出します。グレッターは浅部攻め込んでいく。中央を突破、パス、パスから阿川、見せるゴールです。ゴール前は激しいポジションを取る。この位置からゴールです。このチャンスをものにできるか。おっと決まった。ゴールです。1対0。ヒーロー坂井、やはり決めてきます。ディフェンスを一瞬の隙を突いたゴールでした。前半22分キックオフです。アドライダーズ、アドライダーズ、ドリブル、マツダ、このボールをレナトシューバー、裏を狙う。レナトシューバー、このボールをラインに出します。パッとレッテ決めた。前半38分、シンジ・カガワ、選手たちが駆け寄ります。見事に決まります。前半40分、さあキックオフです。ガルバリーニ、おっとボールを受けて審判の笛、2対0。前半45分が終了です。後半のキックオフです。ボールを止めて、レナトシューバー奪われました。いいやろうと左に開いて横に出してね、こうだ、シュート、ゴー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 、サンタ、ウェー、新人よかった。監督の期待に応えるゴール。アンジュン、ここでスーパーサブを投入します。後半10分、キックオフです。ガルバリ前、詰め、鋭いディフェンスで攻守に安定感を与えます。抑え、バイス、左から上がっていく、マツダ、ファームス、バックローネ、余裕の再開を見せます。フリップが試合されています。シュート、おっと、これは惜しい。神様だ。さあ、流れを変えることができるか。ゴールキックが最大です。パスを出す、トロン、取り返します。攻め込んでいく、カーナギーチ、ヘディングで締めます。後半30分、バックローレット、わずかな時間でどう動いてくるのか。奪い返します。持っていく、リアル、ヘディング、ホンダ、突破していく、ホンダ、打ってきた、ゴール、イン。後半41分、4対0、これが世界の実力だ。素晴らしいゴールです。ワッターエンド、わずかな残り時間でどんなプレーを見せられるのか。後半43分、キックオフです。止め、仕掛ける、キーパーしっかりとキャッチ、キーパーボールを出します。ここで審判のホイッスル、4対0。希望、オフゼンマン、オフゼンマン、攻撃陣目を見張る大活躍でした。